ゃないね。ゼロじゃなかったね前回。いやマジで嬉しかった。本当に嬉しかった。まあ手動だからね、まあ 0.2、3 秒は違うんだとは思うんだけど、まあそれでも11秒81だから、まあまあ 0.2 秒換算プラスしたところで、まあまあいい感じのタイムが出たってことで良かったなと思います。でまあ試合の緊迫感も作ったけど、試合だったらもっとね、集中した時済まされた状態になるだろうし、まあ逆に緊張するかもしれないけどね。またスタブロとかもどう作用するかも分かんないけど、まだ不確定要素もあるし、練習の手動で何秒出たから絶対いけるっていう甘いもんじゃないと思うんだよね、試合っていうのは。それだけ水物なものだと思うが、もう散々去年ねそれを知ったから、思い知ったからね、陸上に魔物が住んでる様子っていうのは。だからまあ変にこう自信過剰にはなんないけど、とりあえず練習レベルではいい調整ができてきてるっていうのは間違いないから、だからゼロじゃない。だからこういう時にねこのアパレルを作った理由になんだよね。この俺がこのウェア作ったのってもう自分を奮い立たせるためというかね、なんか奮い立たせすぎちゃうとなんかね、俺頑張りますやってやるぜってなると、逆にその言葉に押しつぶされて身の丈に合ってない言葉入っちゃうと緊張しちゃうし、いやでもまだまだっていう、なんか謙虚すぎると自信が生まれないしって中で、やったからまあ絶対勝つっていうプレッシャーかけないけど、でもゼロパーではない、ゼロだよお前全くダメだよってとは絶対に言われない自信があるとこまで来てるっていうぐらいの宣言が俺にとってはめっちゃ心地いいのよ。だからこのゼロパーじゃない、ノットイコールゼロ、ゼロじゃないっていう宣言とかこういうアイテムがあると俺はすごいいいメンタル状態にいけるの。だから今後はね、俺 T シャツとかパーカーは普通に好きなんですよ。まあでもそんなおしゃれなわけじゃないし、でもなんかなんだろうな、シダパンチャンネル見てくれてる人ってすごいね、一生懸命やってる人多いと思うんだよ。なんか文面とか見るとなんか自分が才能ないとか、部活で一番弱いとか、年齢が上いっちゃってるとか、いろんななんかこう逆境の中でね、仕事しながらやってるとか、いろんな逆境の中でチャレンジしてる人が多いなって印象なの。だから今回、まあ、陸上の最後の試合に向けてもそうだし、今後俺が格闘技でも同じことを俺表現していくから、俺みたいな才能ないやつでもガンガンチャレンジしようっていうのを共感してもらえたら嬉しいから、なんかそういうのを一緒のチームじゃないけどなんか共有する、逆境の中でもガンガンやってやろうぜっていうのを共有できるなんか一つのアイテムが欲しいなと思って、なんかアパレルブランドを作りたいと思ってたの、ずっと。アパレルブランドっていうほどじゃないかなと思ってたけど、なんかデザイナーの人がなんか協力してくれることになって、今実はそういうこのゼロじゃないよっていう、なんか別に超かっこいいスタイリッシュなアパレルとか別に他で着ればいいけど、俺別におしゃれでもなんでもないから、なんかスポーツする上でもなんかすげえおしゃれな格好したいっていうよりは、なんか自信のない自分のケツを叩いてくれるアパレルがあったらいいなと思って、だからそういうメッセージ性がある服を着たいのよ、スポーツするときは、っていうことをそのデザイナーに話したら共感してくれて、今なんかねその人がこうアパレルブランドを作るべくね、このゼロじゃないをコンセプトにいろいろ作ってくれてる。まあでも俺も着こなしとか別にさ、そのおしゃれな人はやるけど俺はしないから、もう T シャツ、パーカー専門店になると思います。あの専門ブランドでネットショップで販売すると思うけど、まあその最初としてね、この引退試合に向けていろんな逆境で今4月に向けてねチャレンジする人いっぱいいると思うから、ぜひこのゼロじゃないブランド、なんか逆境の中でちょっとこうチャレンジしたい人がいればぜひ購入してみてください。概要欄の、ね、URL 貼ってあるんで。まあでもとりあえず俺はこの4月の引退試合に向けてはゼロじゃない、そして格闘技に関しても30歳っていう年齢で俺はゼロじゃないって思ってチャレンジしていくから、これはなんかねすげえ良かった。この前の引退、隠れ引退試合に向けてはすごいいいマインドだったから、練習の時もこれを着て俺はゼロじゃないをどんどん作っていって、試合の時も俺はゼロじゃないなって思っていきたい。よかった、なんか安心する、これ着てるとで、なんか部活とかさ練習とか一人でやる、黙々とやるときに一人で自分の可能性を作っていく時間に来てほしいっすね。俺もそうします。じゃあ今日も可能性をゼロじゃなくしていきます。
エネルゲンすごい好きなんだよな俺。わかる？エネルゲン、ね、エネルゲンのうまさわかる？いや人工カメラ入ってる。なんか好きなんですよ。これ何味なんですかこれ？オレンジじゃないですか？あ、オレンジ味これ。ファンタオレンジみたいな感じ。無駄にあなたはそういうなんか人工着色料、甘味料とか保存料とかすごい気にするの。それ気にしてる俺かっこいいみたいな。あれが10秒台か。確かに。近づきたくない。あ、そのままいくとなんか幅跳びで。でこの日の練習っていうのは、まあ、1週間前、6日前ぐらい、試合6日前の、試し、タイムトライアルでいい走りができて、結構強度が高い走りができて、新しい自分の走りも見つかったので、まあ、この日は、試合6日前だったので、最後のもうガツガツ走って自動化を狙うような、負荷をかけるような練習をしようと思ったんだけど、まさかのもう、あれ、ハム痛えぞってなって、俺今までハムが痛いとか、筋肉系の、トラブルって全くなかったですよ。まあ、ケアとかもかなりやってた自信があったので。え、なんかおかしい。怖いっていう状態になって、え、なんだこれみたいな。今までにない張り感。ちょっとなんか切れそうな感じというか。ギュッて離すことで、こう、なんか血の流れビュッてよくして、その塊を取るみたいな。なるほど、なるほど。圧迫が大事なんですね、じゃあ。なんか別にそれの理論は知らないですけど、俺はそれで硬さが取れるから、可動域も上がるし。なんか表皮と筋膜の剥がしてるのだって。ガッチリめ気痩せしてる。さっきよりもだいぶ細くなったね。これ気痩せ、みんな女子これお腹に巻いて歩けばいいんだよね。大川さんとか一時期なんかお腹巻いてたの、腰とか。へえ。すげえ前です。大川さん痩せるのに、ね、痩せるためではないからね。痩せるためではないからね。そうだね。すげえ。これなんかあれロックまでこのやついたな。こういう感じでちょっと一回。おお、でも剥がれる感じするっていうか、どこが癒着してるか分かるわ。ああ、そうなんだ。結構そこが癒着してたんだなって感じがする。いい、ね、で、伸ばしたら、組んで、揉んで、気持ちいい。気持ちいい。プロですからね。うん、これのプロでは全然ないんですよ。これのセミナーとか超行きたいんですよね。あ、あるんだ。結構やってますよ。なんかジャックナイフストレッチ。あ、なるほど。ももを引きつけたままで、ここなるべく離さないように膝曲げるときに吸って、はい、この二人柔らかいな。ここをとにかくこう伸ばして感じて、あ、気持ちいい。剥がれる。しっかりしっかり最終伸展期でグーッと剥がす。なんて剥がれるの。最初もらったときなんかブルーバンドって調べてもなんかいろんなメーカーがありますもんね。これこれでなんかハリ感とか良いかも。良い、剥がれた感じするっていうか痛くねえ。結構痛くねえ。すげえ優れもんだ。フロッシングもうなんか古すぎて僕の、あのさっきの痛みが10だとしたらほんと3ぐらいに。マジで結構3ぐらい。多分硬い人とかは足首とかにもできるし、これは足首と膝とかにもで、膝からふくらはぎにかけてもできるし、はいはいはい、これ別に自分でやってないんですけど、自分でピクピクしてるんじゃないですか。自分でピクピクこんなにこう刻みにできないですね。これね結構痛いんで。ケンちゃんちょっと筋膜張筋いいですか。いや、もうやったんだよね。いただいていいですか。いや、先週やったんだよ、ね、筋膜張筋いただいていいですか。これちょっといい？酷使してると思う。やばい、見て。あ、外転した。外転した。股関節外転した。股関節が外転した。もうちょっと。内旋する、内旋する。あ、そうそう。屈曲内、外転内旋だからね。あ、すごいね。内旋で、すごい。もうちょっと前目にやってたら。強調されてる。あ、これでさ、ガニ股治る。ガニ股治る。内旋する、すげえ内旋する。まあこのふざけながらもね、山内さんにケアしてもらって、結構ね、本当にいい感じになったんですよ。なんか、ちょっと、あ、ジャンプしただけでもなんかこう、切れそうな、なんか、張り感、ずっとなんか釣りそうな感じみたいなのが、突如しょっと来たのは、まあだいぶ、治ったんですけど、ちょっと流した後、やっぱりなんかね、ちょっと怖いんですよね。痛みは完全に減ったんだけど、なんか怖いみたいな。まあ、肉離れとかではないと思うんですよね。その試合の時に出力がガーって出た時に肉離れだとしたら、一番その筋肉が伸びき
言いながら力入った瞬間に切れるんで、その瞬間分かるはずなんですよ。その後、まあ今思い返せば、あのタイムトライアルの後なんかちょっと張ってるなみたいな感じがあって、次の日もなんか疲れが結構溜まってるなみたいな。でこの日走ってみて、うわ怖いみたいな、なんか張り詰めててこう切れそうみたいな、いつか肉離れしそうみたいな。特にこの前傾姿勢からちょっとスピード上げて、でだんだん体起きてくる、トップスピードに上げていく時がすごい怖くて、まあ肉離れの前兆のようなね、多分今までにないこう出力が出せたので、そこでね、筋肉のね張りが、まあいつもと違うレベルで起こってしまったのかな。まあ目に見えないこう筋疲労もあったのかもしれません。結構左足前でスタブロも使って、まああんな6時間もね SD の練習したりしたんで、まあケアはかなりね気を使って全体的にもう施してはいたんだけど、結局この日はなんか怖いなって感じが取れず、まあ笑っていたんだけどすごく怖かったです。もうこれ試合走れないんじゃないかなってこの日は思いながら、もうちょっとまあ軽く走ってこのまま練習を終えました。シダバンで1日明けて2日目ですね、このさっきの練習から2日後にまたちょっと練習をね設けたんですよね。まあでもこの日というよりはこの次の日にしっかり練習を、まあ大会3日前ですよね、この日は4日前です。まあちょっと確認、大会3日前にまあ少しスタブロを使ってちょっとこうクリアランスぐらい、まあガツガツ走んないけど、うん、スタブロの出方を確認するぐらい、まあ少しあとは 1,2 本出力を上げて走りをして、まあ大会へのイメージをつけたいので、前日にちょっと動くかなっていう、まあリハビリメニューですね。ハム一番負担かかるのがこう力入れながら伸ばされる、前傾させたりする姿勢が一番あの怪我がね後発される、うん、要因になるので、まあ、体を起こした状態での負荷は問題がないので、私も痛みがなかったので、まあ、こういうハードルドリルとか自分得意なねこういう格闘技の動きとかで、ハムじゃないところ体の中心をいっぱいね動かしていきたいので、そこをやりました。で最後ちょっと250もやりたかったんですけど、なんかやっぱりね、うん、この動きで痛みなかったけど、まだちょっとなんかだいぶ収まったけど怖いなっていう感じです。まあ、ケンちゃんも一緒にやってくれたんだけどね。でこの後まあ明日スタブロやるけど、まあ、多分大丈夫じゃないかなと言って話すんだけど、嘘っす。だからもうね、自分が分かんないけど、大丈夫って言っとかなきゃいけないみたいな感じでテンションで話してる、嘘ついてる、強がってる男のインタビューがこれです。今んとこ大丈夫でしたね、ハムね。肉離れまで多分行ってないと思うんですよね。まあ、肉離れの場合多分やった瞬間ガッて分かるはずなんで。まあ、結構ケアしてたつもりだったんだけどね。出力が出たんでしょうね。まあでも。100円ですか？だろうね、まあ診断名的にはまあかなり聴力かかったんだろうね。よかったね、ちゃんと。まあちょっとまだでも今日はなんか治りかけぐらいの感じなんで、ガツガツ走んないので、明日ちょっとスタブロさすがに1週間前は触ったの、ちょっと試合前にそんな SD 感がやるとかじゃなくて、明日ちょっと、まあ、映せるか分かんないけど、あのスタブロちょっと触って、まあほんと 1,2 本だけ出力かけて走って終わりかな。で今日はちょっとまだ加速からガッと上がってくるとか怖いんで、はい、250をまた37とか、すっごいね、しっかり無意識で落下感を試して終わりかな。なるほど。いやだいぶね、でも調子はいいですよ。体は軽いし、なんか足の出力がね高まってきてる感じするんですよ。いやーマジで走り方これ来て変わったよね。本当になんか中心無意識っていうか、腕振りとかこの辺から触れてる感じがするし、ずっと同じ意識なんだけどね。へえー、あでもなんかあれかも、出すタイミングを変えたかも。なんか前に振るタイミング、引き手で骨盤こう前に出てきてスイングするイメージでずっとやってたけど、それをもっと最後の局面に持ってきてる感じ。結構もうなんか一時加速終わったらバーってそれでやろうと思ってたけ ど、 なるほど、その前にちょっとこう側軸と動かさ膝抜くみたいなので、その 50m 付近ぐらいから結構しっかりその意識的な出力出していく感じしたのが出てきたんだよね、それは。すげえ、やっぱり250とか長い距離だと大事なのかもしれない。そうか、250で、ハロー、ハロー250で結構出力が出せるようになってきたから、ね、スピードが出せるようになってきた。ちょっと最後いきます、いきましょうか。まあ、大丈夫、とりあえずよかった、ちょっとご心配おかけしました、はい、サムネ詐欺してすいません。はい、私は元気です大丈夫大丈夫、今痛くない。さあ250ですね。最近シダパンね、大会直前に来て一気に調子上げてきたんですよ。先週主導ですけどね、11秒81ってタイム出しまして、今回の大会こそ11秒台濃厚なんじゃないかなと思います。
これ11秒81って数字で実は結構前の数字で、知らない人もいるかもしれないですけど、一昨年ね、下パンマスターズ出て、実は11秒81出ましたっていう動画上がってるんですよ。でこれ実はちょっとね、いろいろありまして、まあ、マスターズの上の方の、まあ、ちょっとしたミスでね、本当は12秒0だったんですけど、間違えて11秒81だったみたいな、そんなちょっと悲しい事件があったんですけど、まさかそれと全く同じタイムを出すとはね、まあ、これ何かのお告げなのかもしれないですけどね。まあ、今回も大会11秒81とか出たら、ちょっと多分この数字忘れられなくなっちゃうな。シダパン来てくれるんですよ、この人県都外から。いやもう近い、別県から来てくれるんですよ、この人。近い、3日前なんですよ、もう試合。やばい。ちょっと足の状態を確認しながら、多分バッチリだと思うんですけどね。でまだフルで走れるまで、なんか気持ち的に大丈夫かなと思ってる、ね、今日大丈夫かなをなくしたい、ギリギリまで。今日は今日なりに死ぬほどやります。そうですね、うん、量じゃなく今日の分死ぬほどやって、今日の分ラスト死ぬほど、死ぬほどやって、死ぬほどしっかり休んで。いやマジでね、山内さんね、超いいやつなんだよ本当に。顔怖いけどね、マジで顔怖いけど超いいやつだって。これ八王子の練習場だけど、別の県ですよに住んでる人なんだけど、もうわざわざ俺の練習をサポートのためだけに来てくれましたからね。この練習もね、試合前だからそのガツガツやんないから1時間とか2時間弱ぐらいしかやってないけど、本当にいろんな人に支えられてね、俺はピッチに立つことができると思いました。ハムもね大丈夫だったんだよ、マジで嬉しかった。どうですか、体軽いっす。いやいいっすよ、良いと思います。なんか疲労が抜けてる感じが。そう、いやなんかあのプライヤーとか超やるようになってから、はい、腰周りとか背中全部パリパリになっちゃってそれが抜けてきたんで気持ちいいっす、はいはい、あー確かにね。ちょっとスタブルっていいっす、もう不安をゼロして。そうですね、払拭して最後。頼もしい後ろ姿じゃないですか。安心、走れた。いやいいっすね、非常に。安心した、多分大丈夫だ走れる、とりあえず。いや軽いですよ。いや軽そうっすよ。大丈夫っすか。まあ、あと何分かちょっとクリアランスだけチェックして、しっかり最後締めでちょっと足とおしまいにします。超速いよ、皆さん見てますか、これが努力の証ですよ。ちょっと本当にコメントで皆さんの応援メッセージをお願いします。バッチリじゃないですか。いや気持ちいいので。いや、いいっすね。よし。いいイメージで。めちゃめちゃいいイメージ。この一本前がすげえわってさ、はいはい、ミスってもよかったっていう。いや、もう、なんか、とんでもないっすね、山内さん、この最後。いや、もう本当よかったですよ、この最後飾れて今日。シダパンチャンネルの陸上だけ練習動画、ラストですけど。いや、チャンネルの陸上だけ練習動画、ラストですけど。いや、いい顔してるでしょ。これなんか突然ね、ナレーションになっちゃったのが、この日風が結構あって、もう風でゴーって音でね、あんまり喋り声聞こえなくなっちゃったんで、ちょっとねこうやって話にしましたけど、まあ、めっちゃホッとした。本当に試合1週間前でね、タイムトライアルで、まあ、いいタイム出せて、なんか自分の中でも新しい走り方ができて、
あ、これもこれで勝負しようって言って1週間あと1週間詰めようってなった中で、謎の今までほんと怪我とか俺少ないので、去年まあちょっとバスケで怪我して膝をやったけど、陸上練習の中で多分怪我したの初、怪我に当たるか分かんないけどね、まあ多分筋膜炎に当たるもんだと思うんだけど、まあこのままやってしまってたら、まあハムの肉離れがあったとこなんだけど、まあマジでよかった。しかもこの日の走りもすごく気持ちよく走れてね、SD もスタブロも使った練習も、まあ本当あの6時間めちゃくちゃ死ぬほどやった経験があったから、なんかいつもよりね考えずにバンで出れる自分もいたし、まあ、いい顔してるでしょ本当ね、なんだろうな、この時思ったっていうの、思ったこと、まあ喋ったことでもあるんだけど、うん、なんか前シダパンちゃんでもね似たようなことを思ってあの言ったことがあるんだけど、この日本当に思ったのが、たとえ1ヶ月前に戻ったとしても全く同じ1ヶ月を過ごしたなって思ったんですよね。だからなんだろう、何回やり直ししてもいいよって言われても全く同じこの 1,2 ヶ月を繰り返す自信があるほど死ぬほどやれました。なんかそんな気持ちになれたんだよね。なんかこの時喋ったのはそれでした。なんか自然と言葉から出たのもそれだし、今思い返してもそうだね、1週間前2週間前1ヶ月前2ヶ月前3ヶ月前に戻っても同じスケジュールで同じ熱量で同じことをやって同じ人と一緒に切磋琢磨したなって、自分の足りない才能、自分の足りない体、そして恵まれた仲間を使ってですね、最大限心から死ぬほど活用して死ぬほどのめり込んでやったと心から思えましたね。だから俺あんまりね、試合前の最後の練習ってこう見返してもらえば分かるけど、あんまりね練習ガツガツ映してないんですよ。というのもなんかね、緊張しちゃったり、なんか自信がないというか、なんかね試合前の自分をあんまり映したくなかったんだけど、なんかこの走りはね見てくれって思った。うん、ここまであの自分で自分なりに死ぬほどやれた様をみんなに見てほしいなって思えたんですよね。本当にねちょっとほっとしました。だからこうやって怪我をね直前でしたからこそ、うん、試合のピッチに立つっていうのは当たり前じゃないなと、立てない人もいるし、何か間違ってた俺も最後試合出れてないかもしれないと、なんかそこにも気づかせてもらった。怪我さえ本当にいいマインドセットになりました。もうねあとは走るだけなので、残り、あと3日っていうところですけどね、まあ今日が金曜日なんで、日曜日が試合なんでね、また前日についてはね心境を皆さんに語って試合に行くので送り出してもらえればと思います。とりあえずここまで死ぬまでやれたので、明日死ぬほど休んで死ぬほど考えて、前日もやることやって、試合当日ももちろん1分1秒死ぬほど考えて取り組んで、全てぶちかましてやりたいと思います。ここまでね死ぬほどやれたのも皆さんのおかげです。とりあえずの感謝です。明日またちょっと心境語るので、ぜひとも刮目してください。最後までお付き合いください。ではまた。